CGTN ドキュメンタリーは中華人民共和国の国営テレビ局中国中央電視台の中国グローバルテレビジョンネットワークの英語による国際ニュース放送チャンネルである24時間放送を行っているかつては CCTV-9 ドキュメンタリー CCTV インターナショナルとして知られていた2011年1月1日に放送を開始中国の視点によって ニュースと情報を世界の視聴者に放送している。2004年5月3日に番組編成を新しくし、中国の視点に加え、世界の出来事の報道を増やした。2011年1月より、CCTV ニュースと改名従来の CCTV-9 チャンネルは、現在、2つのドキュメンタリーチャンネルに変更となった。2011年9月より正式にチャンネル名を、 CCTV ニュースに変更した。CCTV ニュースは6つの衛星を経由し、世界各地に放送し、現在中国国外での視聴者は4500万人以上に上る。2016年12月31日、CCTV ニュースが CGTN に改名された。中国、北京をはじめ、アメリカ・ワシントンとイギリス・ロンドン、ケニア・ナイロビに制作拠点を持っている。 2021年2月4日、イギリスの情報通信庁は事実上の編集権を握っている制作会社が中国共産党の支配下にあり、政治団体が運営する会社は放送免許を持つことを禁止している放送法に抵触しているとして、イギリス国内における CGTN の放送免許を取り消すことを発表した。ドイツでは A 免許に基づき CGTN が放送されていたが、 英国も加盟する放送に関する欧州の協定では免許が他国にも適用されるため CGTN は域内全域で放送停止を迫られる可能性がある。ありがとうございます。